宇和島保健所管内の80代の女性がマダニが媒介する日本広範熱に感染して死亡し県は草むらなどに入る際は長袖の服を身につけるなどしてマダニに刺されないよう注意を呼びかけています県によりますと先月30日宇和島保健所管内に住む80代の女性が発熱や発疹などの症状を訴え今月4日に医療機関を受診しましたが その2日後に死亡したということです女性はマダニが媒介する感染症の日本広範熱を発症していたということで膝にはマダニに刺された跡があったということです県は草むらや藪などマダニが生息する場所では長袖の服や長ズボンを身につけるなどしてできるだけ肌を露出しないようにするとともに血を吸っているマダニに気づいたら 無理に引き抜いたりせずに、医療機関で処置を受けるよう呼びかけています。県内ではマダニが媒介する日本鋼板熱で平成29年に1人、一昨年2人が死亡しています。